去年8月の豪雨災害から今日で1年です。未だ一人が行方不明となっている飯豊町では、警察などによる一斉捜索が行われています。あの大雨から1年です。今日はこれから行方不明者の車両が見つかった現場近くで川に入るなどして捜索活動が行われます。去年8月3日からの豪雨では、沖多摩を中心に1600件を超える建物被害があり、農林水産、道路、河川なども合わせて県内では過去最大となる480億円の被害がありました。飯豊町では県道に架かる大巻橋が崩落、車両が転落し、現在も男性1人が行方不明となっています。豪雨からちょうど1年となった今日、現場付近では県警と消防などおよそ70人が河川敷や浅瀬などで捜索を行っているほか、県警ヘリガッサンも活動に加わっています。一斉捜索は車両が見つかった場所から半径10キロほどの範囲で午後3時まで行われる予定です。